EXILE EXPRESS 車掌面 MC の松です。僕たち EXILE と皆さんを乗せて走る EXILE EXPRESS、 今夜の銀河の旅が始まりました。さてですね、今夜の EXILE EXPRESS はスペシャルバージョンということで、どんな旅になるのか今から楽しみですね。それではですね、早速一緒に旅をしてくれるクルーが待つ車両のドアを開けましょう。今夜の車両はですね、様子がちょっとね違いますね。車両内では今夜はミラーボールがガンガン回っています。開けてみましょう。オープン。乗客の皆さん、こんばんは。 DJ マキダフローのエグザイルです。今夜のスペシャルな旅、一緒に楽しみましょう。はい、はい、今夜のクルーは DJ マキダイ。はいはい上がりますね。はい、ちょっとウケるね。 DJ マキダイフロムエグザイルですってちょっと面白い、ね、面白いですね。なんかこういうなんか横文字に日本語つくと面白いね。面白いね。はい、はい、ということですね、DJ 負けないフロムエグザイルとしては初乗車。そうですね、ということになるんだね。ですね。そうだね。はい、エグザイル巻き台としては来てましたけどもね。はい、はい、ということですね、今夜はエグザイルエクスペリスはですね、踊れるエグザイルトライブをテーマに6月18日に3年ぶりに3年ぶり3年ぶりなんですよ。何よりそうだね、はい、作品としては3年ぶりです。はい、はい、3年ぶりにミックス CD をリリースする DJ 巻き台フロムエグザイルのニューミックス CDエグザイルトライブパーフェクトミックスを大特集します。ありがとうございます。はい、はい、そして今夜だけのスペシャルなプレゼントも大放出します。皆さんプレゼントの内容が気になりますよね。うん、まずは僕らのアパレルブランド24カラッツからオリジナル T シャツをサイン入りで3名様にプレゼントします。はい、そして僕松と、マキダイのサイン入り生写真を10名様、サイン入り番組オリジナルステッカーを10名様にプレゼントします。このスペシャルプレゼントが欲しいという方は番組の最後に出題するクイズに答えて応募ください。クイズは今夜の番組の中のどこかが問題になります、うん、ですので最初から最後までしっかり聞いてください。はい、それではですね、 DJ マキダイエグザイルトライブパーフェクトミックス特集、早速いっちゃいましょうか。 DJ マキダイフロムエグザイル、エグザイルトライブパーフェクトミックス、いっちゃいましょう。はい、オープニングから一気に5曲お送りしました。ありがとうございます。はい、はい、まずはですね、バーバル君のシャウトアウトから始まり、うん、DJ マキダイフィーチャリングドーベルマンインクのザ・ビギニング。かっこいい、これこれいいですよ ねやばいね、はい、そしてエグザイルトライブかっこ3代目 J ソウルブラザーズ VS ジェネレーションズのバーニングアップ、うん、そしてエグザイルのボー&アローズ、うん、さらにはダンサーズパーティーの命のリズム、そして DJ マキダイフィーチャリングハピネスのリアリーインテユーサウンドゴールドアラウンドリミックスと5曲続けて聴いていただきました。まあ、ノリノリっすね。ノリノリっすね、はい、もうやっぱこうなんつうんだろう、ダンサー心の、うん、やっぱあるミックス CD だよね。いや、まっちゃんに言ってもらえると超嬉しいっす、うん、やっぱりこう普通の人がミックス CD とかちょっと違う、うん、やっぱこうなんかグルーヴがある、すごい、そう、なんかこうだんだん上がってくるというか、うんうん、それをコンセプトだったんで伝わって嬉しいっすね。じゃあ、うん、はい、というわけでね、マキダイ、今回の EXILE TRIBE パーフェクトミックスについて、はい、ちょっといろいろ聞かせてもらってもいいですか。はい、うん、そうですね、今回は、まあ、EXILE TRIBE パーフェクトイヤーということで、うん、EXILE TRIBE の楽曲をミックスするということを、まあ、DJ マキダイとしては3年ぶりにやらさせていただいたんですけども、ね、ちょっと意外にびっくり、なんかそう、うん、なんかね、もう3年も経つみたいな。ライブとかでちょくちょくやってたりするんで、ね、まあ、作品としてはってことなんですけど、今まではね、うん、あの洋楽のミックスとかをやらさせてもらってたんですけども、うん、その邦楽、そして、ま、エグザイルトライブの自分たちの楽曲をミックスっていうのはやってみたいなっていうので、結構前からやって出してたんで提案してたんですけど、うん、ようやくこのパーフェクトイヤーに、そうだね、はい、かなって、確かに確かに、はい、なんで今回はそのエグザイルに始まって、うん、ザ・セカンド、3代目 J ソウルブラザーズ、ジェネレーションズ、そして E-Girls と、うん、元エグザイルトライブ一族のみんなの、素晴らしい楽曲をこう全30トラックにまとめて、うん、はい、オープニングから最後までノンストップで楽しめる一枚になってると思います。なるほど、はい、ちなみにさ、うん、なんかこう
エグザイルとしてのマキダイとこう、うん、DJ マキダイ from エグザイルとちょっと違うの、うん、マキダイ的な心境心境的に、うんうん、いやまあなんかこう曲をやっぱりまあ、エグザイルパフォーマーとしてはこう踊りで、うん、まあもちろんライブだったらこうなんか空気感とかも見ながら感じながらやりますけど、うん、なんか DJ の時はその音源をマスター音源をこう自分から出していくっていうところがあるんで、うん、また違ったなんか面白さと、うん、この曲をかけてこうやって盛り上がった時とかそれこそねあの身内の時とかでもなんかこの曲かけてこの人に盛り上がるんだとか意外なとこが刺さったり、あーなるほど、意外にない時とある時と、うん、そういう人とかで空気感がすごいライブ感で変えたりできるから、うん、そこはやっぱ DJ としては面白いところかな。なるほどね、うん、今後はその DJ マキダイとしても ZIP に出たりする？出ないおかしくないでしょ。ジクジップなんてせーのジクジップなんてできないよ。まあじゃあ俺できないよ。でもさ同じ人っていうのがすごいよね。あま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 あどう自分だからね。でもさ、おはようございますって言ってる人ださ、ズク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 っていう人ね、確かにね、同じっていうさ、うん、ちょっとこう、うん、イエーイなりながらさ、うん、出てみてよ今度。5時50分。Good morning。Good morning。5時50分はい。怒られ怒られ。ジップはい。怒られ。全然無理。面白いけどね。はい、うん、ということでね、はい、それでですねミック CD、うん、はいはい、もっとね聞かせてもらってもいいですか。あ、ぜひお願いします、うん、はい、はい、それでは DJ マキダイ EXILE TRIBE パーフェクトミックスからお送りします。どうぞ。3代目 JSOUL BROTHERS のベストフレンズガールサウンドゴーズアラウンドミックス、 EXILE ATSUSHI のアライブフィーチャリング M-FLOW、 E-GIRLS のライディーン、ダンスオールナイト、 DJ マキダイフィーチャリング E-GIRLS の I Should Be So Lucky の4曲を続けてお送りしました。はい、なんかこう3代目のベストフレンズガールは意外だね。意外でしょ。うん、でもアップ曲になるとこんな感じになるんだってね、うん、なんかそのエグザイルの頃にも結構デビュー当時そのバラードをリミックスしてアップにするっていうのあったと思うんですけど、まああの結構 DJ の人とかやってる手法だと思うんですけど、まあベストフレンズガールがアップテンポになったら面白いんじゃないかっていうのを思ってね、はい、で実際に全く違うニュアンスになるね。そうそうそう、はい、うん、そしてですね4曲目にかけた、はい、I Should Be So Lucky ですけど、はい、本当は E-GIRLS の初コラボ。そうなんですよ、ね、あれ、あ、そっか、まあ、E-GIRLS との初コラボなんだ。そうだ、ね、そうか、ハピネスとはあったんだけど、うん、E-GIRLS としては、まあ、今回初めてで、うん、この I Should Be So Lucky っていう曲も、まあ、カイリー・ミノーグっていうアーティストがいて、うん、まあ、この I Should Be So Lucky 自体は80年代の曲なんですけど今もカイリー・ミノーが活躍していてね、うん、でなんかこの曲のすごいなんだろうなような雰囲気っていうのが E-GIRLS のなんかポップなイメージですごいハマってるなと思っていて、これも2年ぐらい前からどうですかねって話を実はしていて、うん、あ、そうなんだ。でようやくまあ形にできた。なるほど、はい、はい、そしてですね今回のミックス CD のリード曲となるのが、うん、オルガン・ドナーオフダオフックですね。はい、これ DJ シャドウのね、はい、大ヒット曲である、オルガン・ドナーをリメイクした曲になるんですね、うん、これね。そうなんですよ、なんか懐かしいこれ。俺まっちゃんがそれこそ踊ってまっちゃんだったりウッサンがドストレートですよ、ね、これでショータイムやりましたからね。そのショータイムのがやっぱすごい俺は鮮明に残ってて、うん、かっこよかったじゃないですか。これ結構でもあの時代ではすごい早いことやってたよね、うん、だから斬新なことやってたよね。いわゆるこう、まあ、インストルメンタルなんだけどちょっとエレクトロな要素が入ってきて、うんうん、だから結構まっちゃんとかもこの今回の制作にあたって同世代の DJ キラと協力してもらって結構制作したんですけど、うん、まっちゃんとかもやっぱだからその当時の音楽めっちゃ持ってる詳しいって言ってて、うん、それで、あ、そっかそっかって、確かまっちゃんに CD 借りてったなーなんて言って、うん、キラが言ってたけど、うん、だから当時って結構ダンサーもそっから入ってって音にこうなんていうの興味を持って、そうだね、取って言ってたよね、うんうん、いやでもね、なんかこう、うん、昔の記憶も蘇ってきたし、うん、なんかこれがこんな新しく生まれ変わるんだっていう、うん、ね、しかも、うん、あ、こういう歌で作れるんだっていう、そう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 、あの曲を、うん、要は歌物として、はいはい、
へーと思って、そうだから今回そのブレイクビーツと言われる、いわゆる本当に歌が乗ってないものに、かつその自分たちがすごいなんていうかな、影響を受けたトラックにこう歌とラップを乗っけることで一つの楽曲ができるかなっていうのが、今までの洋楽カバーっていうアプローチとまた初の試みで、うん、それがすごい、まあジェネレーションズもそうだったし、スウェーのラップも入ることで楽曲としてすごいハマったなっていう感じがあって、ね、どうだったの、ジェネレーションズそしてスウェーと一緒にやってみて。そうですね、レコーディングの時とかからやっぱまあ一緒にもちろんいて、でジェネレーションズとしてもやっぱりこういうちょっとなんていうかな、音数もまあ少ないし、そうですね、インストルメンタルなものにこうボーカルを乗せるっていうのはある意味ですごい難しかった部分もあるみたいで、まあ大変だったと言ってたんですけども、なんか今までにない一面を自分としては出せたらなっていう、そこになんか力添えできたらなっていうのは思っていて、本人たちはそれすごい気に入っているという感じですね。でパフォーマンスもやっぱりすごいチームじゃないですか、ジェネレーションズは。で今回あの DJ シャドウのカバーってことで、テーマがなんか光と影みたいな感じ で、光の白バックのシーンと、あとまあ光のボールをこうメンバーパフォーマーチームがパスして回すっていうところあるんですけど、そことかはこう後から CG で入れてるんですけど、パフォーマーチームのみんながあの想像で作ってって、それが一つの世界になって、でシャドウってことで、まあスウェーにもテーマだけ自分が投げかけて、まあラップもすごいパンチラインを生んでくれて、なんで結構新しい挑戦だらけだったんですけども、はい、このオフザフックっていうのは、はい、オフザフックっていうのが、まあ今のタイトルですね。これカバー曲なんで、オルガンドナーって入って、そうだね、でオフザフックっていうのは、まあ意味としてはもうスラングとしてはもう最高だねっていう、なるほど、そうなんだね、はいはい、もう今日のパーティーは最高だったねみたいな時になんか使ったり、オフザフックって使ったりするんですけど、なるほど、はいはいはい、はい、ということでね、そんなね、まあね、DJ シャドウのオルガンドナーなんですけれど、はい、ちょっとここでね、オリジナルを聞いてみましょうか。いいっすね。ね、はい、うん、それでは聞いてください。DJ シャドウのオルガンドナーお聴きください。どうぞ。DJ シャドウのオルガンドナーを聞いていただきました。はい。はい。かっこいいですね。かっこいいね、やっぱね。かっこいいですね。はい。もうね、やっぱこれ聞くとね、やっぱ JSB 時代をすごい思い出すんですよね、やっぱ。そう。まっちゃんがね、その出ていた JSB のショーを、実はそのジェネレーションズのパフォーマーチームとかは映像で見て、で、今回はまあその、もちろん音楽もカバーしてるんですけども、そこのリスペクトっていうところから始まっているので、オープニングの動きが、その当時の動きと一緒なんです。あのシルエットのデー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 ってこう、みんなで密集して、そっからツッタンタンってあの、ハメに入って。マジで？だからいろんな意味でこう、本当につながってる作品。そうなんだね。それではですね、ここでそのリメイク曲をお届けしましょう。はい、DJ マキダイフィーチャリングジェネレーションズ&スウェーでオルガンドナーオフザフック。お送りした曲は DJ マキダイフィーチャリングジェネレーションズ&スウェーでオルガンドナーオフザフックです。はい、です。です。かっこいいね。これあいいよね。やっぱでもね、オリジナル聞いてからこっち来るとやっぱこう、新しさっていうのがね、そうですね、やっぱ今っぽさっていうのがね、こうプラスアルファされてるなっていう風に感じますね、やっぱジェネレーションズの、まあ、片寄くん、風原くん、そしてスエの声っていうのがかなりパワーアップに繋がってるかなって、ここに来てまたスエのさ、そうすね、勢いがすごいね。だから今3代目の桜とかもそうやってるよね。でなんか結構それネットとかだと海外の人とか見るじゃないですか、Who is this rapper みたいな、刺さっちゃってるんですよね。そうなんだね、だスウェーにはぜひなんかそういう先々、そういうアプローチもしてほしいななんて思いますけど、はい、というわけでね、この EXILE TRIBE PERFECT MIX はDJ マキダイだからこそできるミックシーとなっています。来週18日リリースです。ぜひですね、皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。